さて、事実を知るための AI テレビニュースオペード。本日はゲストに株式会社ノーボーダー社主の上杉隆さんをお迎えし、元毎日新聞政治部編集委員の平林武雄さんを解説委員に、ナビゲーターは私、内崎あかりが築地 AI スタジオから生放送でお届けしております。処理水放出夏頃で変更なしということで、こちらのニュース平林さんいかがでしょうか。はい、西村大臣はね、先日も福島に行って漁業関係者と会ってですね、最近こう何度もですね、地元に足を運んでるわけですけども、これもうあれですよね、完全に見切り発車をするんだけども、最後にいろいろ政府として努力してるっていうね、地元の漁業者の理解を得るような取り組みをやってるという、一種のアリバイ工作をやってるってことですよね。で、夏頃ってもうずっと前から言ってますけどもね、放水するのが、そうですね、放水するのがですね。で、もう夏頃って今日も4月31日ですからね、もう来月、明日から8月、でも8月で、その次は9月ですから、9月は秋ですからね。もう夏頃ってことはもう8月中に、明日からの8月中に、もう放水しますよと、処理水を流しますよということですから、もう陸上のタンクの方もですね、本当にもう満杯でですね、新しいタンクを作るということもね、考えてね、いないようなので、これはもう完全に来月中には放水をすると。で、それに向けてのですね、政府の努力、最後の努力はギリギリまでやったんだっていうことを今示しているってことですよね。はい、これもね、もう1年以上経ちました。ウクライナ戦争が始まって、当初からずっと申し上げているように、一方的にウクライナが善で、ロシアが悪と 100% そういうことは戦争においてはないんですよというふうに言い続けてきたんですが、ことね、私の場合どうしても海外のメディアと出身なんで、海外のメディアと比較してしまうんですが、日本のメディアだけですね、ほぼ今はロシアが、負けそうだ、そしてウクライナが反転攻勢をしていると。一体いつまで反転攻勢してるんですか、これ。もう1年ぐらい反転攻勢してるんですけど、結論から言うと変わってないじゃないですか。で、同時に、ウクライナが善だと言ってしまったから、ウクライナが負けると言えないんですよ。で、これも同じように、やっぱり70、80年前の、大本営、日本の大本営発表、つまりメディアの体質と同じことをやってるんだなと。で、今回はね、他国での戦争ではあるんですが、結局日本のこの知識人とか、そういう人間たちは、まさにこの番組のね、タイトルであるオプエド、つまり違う意見を載せる余裕がないんですよ。だから何か正しいことを探し出してしまうと。で、この中にそんなね、正しいことなんてね、神でもないんで勝手に決められないのが、ジャーナリストごときがですね、これが正しいとかやってるっていうのが、こういうような、一方的な言論を出してしまったのかなと思うんです。で、今もね、ロシアの方に反転攻勢があって、これ、欧米のメディアの書いてる、とこもありますよ。でも逆に言うと、ウクライナはもう追い込まれているというところに書いてるのもあるし、ロシアでいよいよ戦争が起こるっていう、このゼレンスキーの言葉をそのまま載せることもあるんですけど、一方できちんとプーチンの言葉も乗っけて、これは大した影響はないということも乗っけると。こういうようにニュースというのはね、一つの見方だけ提示していくと、必ずね、そういう意味では、偏った意見に集約されてしまうので、その先にあるのは独裁だったりするので、非常に危険な状況だなと。そうですね、これ戦争ですからね、情報戦も同時にやっているので、どっちが攻勢、どっちが優勢になっているかっていうのは、双方が自分にとって都合のいいことを言いますからね。そこは現場でですね、取材をしないとなかなかわからんと。現場取材してもですね、これ全体的に戦線が、2000キロ以上に伸びてますからね、なかなかわからない。それを一方的に、どっちが優勢だって決めつけることは、これもうジャーナリズムとしてやってはいけないことですよね。で、今上杉さんが言われたね、ゼレンスキーが善でプーチンが悪だっていうね、そういうメディアの論調、確かに一時ありましたよね。しかし、ゼレンスキーが本当に善かどうかっていうのは、これ、
検証をしなくちゃいけないわけですけども、しかしまあプーチンが 300% 悪いというのはこれはもうね、もう僕が火を見るよりも明らかだと思うんですよね。戦争を仕掛けたのはこれプーチンですから、自分の言ってることが通らないということで武力を行使したのはこれ、ロシア側であることはこれ間違いないんだってね。ですからまあゼレンスキーが 100% 正しいかどうかというのは検証する必要があるけども、プーチンは 300% 間違ってるというふうには現状では思いますよね。まあ、政治部で仕事してきた僕の、経験というか感覚から言うと、まあ、岸田政権の本質には関係ない話なんですよね。ただ、僕も文春の記事は読みましたけども、かなり説得力がある内容になっていることは間違いないですね。まあ、部分的に僕もずっと取材してきた立場から言うとですね、このポイントの裏付けがちょっと弱いなと。ここについて、当然触れなくちゃいけないことについてですね、触れてないっていうのは部分的にありますけども、全体の、ね、流れから言うと文春の記事はですね、説得力がかなり高いなっていうその感想は持っています。まあこれね、岸田政権の本質とは関係ないとはいえね、いえ、まあ岸田さんの側近中の側近ですから、影の総理とも言われている人ですからね、まあ、その対応が一番問われるんですよ。ああいう文春に今週刊誌に、ね、書かれてですね、それに対してどういう対応を取るかっていうね、その対応の仕方が一番問われるわけですけども、まあ、そこについてはね、もう頭から否定をしていると、事実無根であると、人権侵害であるということを言ってるわけでね、まあ、その辺の対応がこれ岸田政権の足を、ね、引っ張ることになるなと、まあ、引っ張ることになりかねないなというふうに思いますよね。ですから、まあ、なんか別の対応がですね、あったんではないか、まあ、しかしこれは難しい話ですけどね、ちょっとでも認めたらこれ、岸田政権にも影響してくるっていうね、まあ、側近中の側近なんでね、ちょっとでも認めたらこれ岸田政権にも影響してくるということで、まあ、その対応っていうのは難しいですけども、今のところですね、まあ、ああいうふうに対応せざるを得ないのかなっていう感じはありますけども、しかしはちょっとまあ問題が対応についてですね、ちょっと問題があるなっていうような感想は持ってます。まあ、この種の AI のやつはね、この濃厚打者も含めてずっと出してきているもので、まあ、プロンプトエンジニアリングの時代になったということの表れだと思います。これまではね、AI とかそういうものに関しては理系の仕事だったんですが、プロンプトっていうのはあくまでもこれはね、文章力の問題なので、いい文章力、つまり質問をすればよりいい答えが出てくるし、低いレベルの質問をすれば低い答えしか出ないというように時代が変わりました。それはもうね、API もそうですけど、まあ、いわばですね、これまでは、インターフェース上のこのガッチャンコってくっつけるものに関してはですね、まあ、コードを書いたり、あるいはね、プログラマーとかいう、あるいはエンジニアさんという人はカチカチ打って、まあ、HTML とかね、そういうような言語を使ってしか書けなかったものが、今や自然言語って言って、まあ、日本だったら日本語ですよね。これをそのまま書き込むと、まあ、いわば AI に働かせて、一つのツールができてしまうと、こういう時代になったんですね。ですから、AI は理系から文系へというふうにこの技術を作りました。で、そこのところを認識していくとビジネスの幅は大きく広がったということなんで、今ニュースにあるような、まあ、ビジネスっていうのはもうこれもう本当にいっぱい出てきてますし、まあ、日本ではね、一番早かった、ちょっと早すぎちゃったっていうノーボーダーがあるんですけど、まあ、他のところもようやく理解が追いついてやってきたというところなのかなと思います。で、振り返って最後にちょっと言いたいのは、3月、2月と3月ですね、まあ、ノーボーダー社がこの AI の生成 AI のことについては、まあ、導入してからもう8年も経っていたので、チャット GPT の出現とともに、まあ、これがね、これから時代が変わるよって言ったときに、テレビや新聞の多くの専門家たちは、いや、まだまだ GPT なんか使えませんよって言ったんです。その時に、正直言って笑ってました。みんな、専門家は。本当の専門家はアメリカとかの。なぜならば、それは、プロンプトの能力が低いからです。
まあ、自分たちの文章能力と質問力が低いから、答えが低い答えが出てくるのを AI のせいにしてるんで、まあ、いわばテレビとかあの時にコメンテーターとか、これはまだまだ使えませんよって言ってきた人たちは、何を言いたいかというと、自分のことがおバカさんですっていうことを全然あのテレビの公共の電波に乗っけて発信してたんだなということがあるんで、半年前のテレビビデオとか見ながらですね、あ、この人たち今言ってること変わってるけど残念な人たちだったんだなというふうに手足を働かす一つの材料になってよかったなと思います。8月2日に出版される五輪カルテルですが、こちら現在 Amazon で予約ランキング1位となっているようですね。これなんで安倍総理の死が五輪に関係あるかっていうと、実は昨年の なんかぼやぼやって決まっちゃってるの、それ何なのってなるんですけど、今回はその決定事項の、例えば慶応の高校の同窓会で決定している4人がいるんですけど、その4人に実名でゼミで書きました。はい、ありがとうございます。以上、今日のオープンエイドでした。